を垂れることもやぶさかではないが、頼むと言ったところで受け入れてはもらえないようだな。そりゃねえ、子犬だってくれと言われてホイホイ渡せるわけないのに、仲間を引き渡せと言われて簡単にうなずけるわけがないでしょ。交渉決裂か、残念だ。第四気空挺団に次ぐ全訪問。了解、第四気空挺団艦砲射撃用意。いや、マム。そう、頼んだよ。ええ、任せて。響け、殲滅のカブラヤよ。今、マジックランタン起動。イエス、マム。担当艇に伝達。そう、君の射撃はやはり警戒されていたようだ。大丈夫かい？ごめんなさい、あの光で目がくらんでしまって。はいはい、あちしの出番。ほら、そう、見せて見せて。ありがとう、ヒュンフ。次は大丈夫、カレンちゃんにもらったサングラスがあるから。マジックランタン一つでも随分な値段ですけど、あの人たち奮発しましたね。それだけ本気で私たちを相手取ろうとしてる。ちょっと気の毒になってきますね。まあ人の懐事情なんてどうでもいいですけど。今のうちに砲撃で足場を崩します。艦砲射撃開始。コーマリカ反応接近。これは北東の刃の射程が報告よりも長い。マジックランタン全30機のうち18、いや22まで破損。あー、じっちゃやりすぎだよ。気候って落ちちゃう。フェオフの言う通りだ。後の和解を考えるとあまり過言は残したくない。でも加減をして追い払うのは難しいと思う。近づいてくる。大きくて力強い旋律が。いや、さすがに貴公たちへ不意打ちなどは。こちらにはよく見える目とよく聞こえる耳がついているからね。よくわかんないけど、こいつらをぶっ飛ばせばいいんだな、ルイノ。ああ、彼女の相手は頼んだよ。任せとけ。さあ来い、秩序の、秩序の気空団団長代理補佐モニカだ。総員突撃。エッセル、手伝う？うん、大丈夫。ソーンはこのまま気空団の監視をお願い。了解、気をつけてね。魔城攻撃で相手を休ませるな。手数を削ることに集中しろ。銃が壊されたなら剣でさせると思います。まだ バカな。俺だけじゃなく、この人数を相手に。
しくて疲れる。調律させてもらうね。この演奏、頭が。聞こえるよ、穏やかな旋律。あなた眠って。へえ、ナイフで自傷してまで抗うとはなかなか根性ありますね。まあその状態で何ができるのかって話ですけど、うん、ヒュンフ、その人大怪我させちゃったから。オッケー、もうカトルってば、手加減下手っぴなんだから。は？殺してないんですから感謝してもらいたいぐらいですね。カトル、ウーノが言っていたよね。後の和解を考えるとあまり禍根は残したくないって。喧嘩を売ってきたのはあっちでしょ。ぶちのめして力ずくで黙らせればそれでいいんですよ。ああいう風に。モニカが落とされたか。おやおや、よそ見なんて余裕だね。気を抜いてると剣卓取っちゃうよっと。さあ、落ちちゃった気空艇の人たち大丈夫そう？ちょっと待ってね。三時の方向、船が燃えてるわ。ちょっと助けに行ってくる。ヒュンフ、ダメよ。待て、俺が追う。まだ集団で動く兵も残っているはずだ。でも俺の方が足は速い。連れてすぐ戻る。了解。ヒュンフのことお願い。ああ、危ない危ない。随分な余裕だ。献身の展開もせずに私の剣卓を得るつもりでいるとは。いや、今回は趣味に走ってる場合じゃないしね。そっちも分かってるでしょ。もちろんだと。全ては空の秩序のためだ。あらら、こりゃヤバそうだ。刃をそらして直撃を避ける。ディエスミルエスパーだ。痛いな痛いな、たーんで。ふぅ、うわっ、シス。ヒュフ、シス、あの子たちなんであんな。シス、すぐ直すからね。いい、あと回した。離脱するぞ。でも血がいっぱい。すまない、ケラをかばってこちらへの対応が遅れてしまった。うん、シスが。ああ、分かっている。エッセル、カトル、君たちはシスとフィウフを連れて先にこの場を離れるんだ。うん、分かった。ウーノたちは？秩序の気空団も被害が大きい。継戦の意思はないだろうが、テラは露覚されてしまう可能性がある。我々はテラを隠してからここを離れる。合流は星屑の町。いいね。やれやれ、厄介事を持ち込まないでほしいんですけどね。次に狙われるのは
多分星屑の町だから、相手は余裕があるけど万全じゃない。次の手を塞がれたらどうするか。私たちの拠点が知られていたとして、寺と星屑の町の二つだけという可能性が高いわけね。だったら私たち全員が星屑の町に集まって子供たちを守った方がマシでしょ。わかってますよ。行こう姉さん。うん、大丈夫シス、肩を貸すよ。フィンフ、ひとまず傷を塞いであげて。十天衆の一部が戦場を離脱、砲撃を加えますか。この場で肩をつけないと。再装填用意。いや、不本意は避ける。このまま戦闘を継続すれば献身で残りの船まで落とされかね。だろ。分かってるってことでいいね。それはこちらのセリフだ。あまり我々を待たせるようなら、星屑の町への侵攻も考慮しなくてはならない。君こそ分かっているな。秩序の奇空団と揉めることになるなんて。